皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。前回村人の増殖をしようとしたんですけれども、見事に失敗して、で皆様からのねコメントでアドバイスをいただいたんですけれども、とりあえず大前提として床にベッドを置けということですねということで今回もやってまいりましょう。ババクラスタート。とりあえずこの村人さんが寝れない範囲でこうやってベッドを置いていけばいいかな。でここに置いておいて、生まれてる生まれてる、ねえねえねえ生まれてる。お前職業何？あ、またいる、2匹目。すごい盛ん。皆さんのアドバイス通りとりあえず床に置いたら増えました。畑もいらなかったです。え、生まれる瞬間が見たいんだけど。あ、ラブラブしてる、ラブラブしてる、すごいラブラブしてるよ。あ、怒っちゃった。あー、もう一回ラブラブしてくれないかな。ごめんね、見てるからかな。あ、したしたした、ラブラブした。これ以上近づくとダメかな。あー、生まれたー。ということでこの子たちですね、いい感じに子供を産んできてくれているので、次、今回はサンゴを使ってクリスマスプレゼントを作っていきたいんですけれども、サンゴ自体がねないので、サンゴブロックを取りに行きましょう。どれぐらい使うかわかんないから、とりあえずあるだけもらっていこうかな。クリスマスといったら赤ですもんね、赤と緑。とりあえずね、できそうなことをやっていきましょう。使えそうなところで使っていく的な感じで。うわっ、すごいじゃん、トラップじゃんこれなんでそんなとこいいんだよ。あ、あ、来た。あー、なっちゃったよ毒に。勘弁してくれよ。とりあえず青のサンゴももらっていきたい。うわっ、いた、びっくりしたお前。なんだよ、いきなり来るなよ。あ、そっか、私がイヤホンしてないから全然音聞こえないんだ。まあ、いっか。よし、回収できましたってことで帰りましょう。あ、プレゼント建築この辺にしますか。ここがいいか。よし、じゃあここにまず荷物を置いて、ちっちゃいやつ、まずこれを、あ、待って、水用意しておかないとやばいじゃん。とりあえず死んだサンゴブロックを置いておいて、で、その中に水を入れます。どうしようかな、サイズ的にここと、じゃあここと、またここ1個上でしょ。死んだサンゴブロックのもう1個上の方から取った方が良かったのかな。これを置いて、急いで急いで、オッケー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 、これでいい。あー、死んじゃったよ、早いよ。もしかしたらね、また後で取りに行かなきゃいけないかもしれない。はい、置いて、で中はね、どっちしろ水で満たさないといけないのかもしれないから、じゃあ青いやつ、こうしてこうして、とりあえず死んだサンゴブロック置いて水を流す。で死んだブロック回収して、でここにね乗っけていく。ちょっと遠くから見たらいい感じじゃない？可愛く見える。どうでしょうか。よし、ってことでここね蓋していきましょう。いや、これって水ついてないことになるのかな。大丈夫っぽいね。じゃあここをこういう風に閉じていきましょう。こんな感じ。ここは黄色、枯れちゃうね。まあ枯れてもいっか。オッケー、プレゼントに見えないけどプレゼントってことでこれにしましょう。そして、じゃあ違う色を作っていく。あ、この辺にさ、ちょっと、うん、こうやってナマコ入れて光源にしておこう。で次ピンクとちょっと濃いピンクでいきます。まずはもうこうやってさ、最初に無限水源をここで作っちゃって、1,2,3 OK。 じゃあこうやって枠組みができたので、ここでまたねあんな感じにしていきましょう。いや、ここ縦は濃いピンクだな。 1,2 でやったらもうこれを流すしかないよね。でこっちで流して、こっからまた流してってやれば上を取っても大丈夫かな。で次にここをまた 1,2 ってやって、でここも 1,2 でできるはず。こういう風にしてちょっと一手間もね、二手間も加えながらやっていきたいと思います。オッケー、こんな感じだね。で、そしたら次が、これ置いて、これ置いて、これ置く。こんな感じか。ここのね、横の帯を綺麗にね、変えていきましょう。はい、ということで、こんな感じでプレゼントが出来上がりました。サンゴブロックを使うのはね、ちょっと難しいなぁとも思ったんですけど、柄的にもね、ラッピングっぽくっていいのかなぁとちょっと思って、今回プレゼントを作ってみました。ということで皆様のコメントのおかげで村人も無事に繁殖しましたし、プレゼントもご用意できましたし、本日のところはここまでにしておきたいと思います。
ということで、今回もごちそう、ごちそうしちゃう。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。ではまた次回、お会いいたしましょう。バイバイ。